はい、本日はですね、12月の気になるニュースをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まあ毎月恒例にね、最近はなってきましたけども、12月のニュース、気になるニュースというのをお話していこうと思います。そろそろね、ダウンジャケットも出てきましたので、この12月っていうのはですね、まあ小物であったりとか、あと特別バージョンとかね、別注バージョンっていうのがね、まあちょくちょく出てくるんですよ。で、そんなところのお話をさせていただこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、僕が気になってるなと思うニュースをですね、まあこのチャンネルっぽい内容で11点今回ご紹介させていただこうと思っております。で、ものによったらね、もう今現在発売してるやつもあれば、これから発売していくというのもあったりしますので、まあそんなところね、お話をさせていこうと思います。まず一つ目からいきたいなと思います。一つ目がこちらのズドンということで、大谷翔平選手のダウンジャケットが出たんですね。で、あ、なんや、大谷翔平のグッズですかと、そんな野球グッズいりませんって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと待ってくださいね。これなんと、水沢ダウンです。あの、かの有名な、僕がよく紹介する水沢ダウンなんですよ。その水沢ダウンと大谷翔平さんがコラボをしたということで、なんと限定46着かな、ちょっとわかりません、46か47かちょっとどっちか忘れたんですけども、そういうことになっててですね、でどうやら抽選販売らしいんですね。で、なんでこれ46でしたか、40なんで6着限定なのかというとですね、今年46本のホームラン大谷選手が打ったじゃないですか。で、それに記念して46着しか作らないということで、もちろん水沢ダウンといえばですね、あの岩手県でね、作ってるというメイドインジャパンのブランドなんですけども、もちろん岩手で作ってますよと。で、大谷翔平さんモデルということで、その一つ一つにナンバリングがされてるらしいんですよ。1って書いてるやつがあったり、46って書いてるやつがあったりするらしいんですけども、17だけはシリアル番号ないらしいんですよ。なんでないのというと、大谷翔平選手の背番号が17でしょ。だから17番だけは大谷選手に寄贈したらしいんですよね。なので残りの45着が抽選販売になるらしいです。ちなみに日にちはですね、もう現時点で始まっておりましたよ。昨日12月10日の昼から12月20日までということなんでね、まあ、もし応募したいなっていう方がいらっしゃったらね、どんどん応募してもいかがかなと思います。ちなみに値段がですね、13万2000円ということで、まあ別に特にね、水沢ダウン氏はね、そんな高いもんではないんですけども、一応モデルとしてはね、アンカというモデルをベースにしてるらしいんで、まあ一番上のモデルではないんですよね。もう一個下のモデルとかをね、ベースにしてるらしいので、まあそれにしてはちょっと割高かなとは思うんですけど、まあこの記念のね、ダウンジャケットなんで、来年がどう出るかどうかって分からへんじゃないですか。大谷翔平選手がね、1本しかホームランがないんかったら1着しかないわけやし、これ今回46本も売ったから46着あるけどもね、まあまあそんなところでね、気になる方は見てみてもいいかなっていうのがまず一つ目。で、二つ目が何かというと、やっぱりノースフェイスの話やなあかんですよね。あの、ノースフェイスのね、ヌプシのウィンドストッパーバージョンとか出たんですよ。言ってることがわけわからない人も中にはいらっしゃるかなと思いますので、ご紹介していくと、ノースフェイスのね、ヌプシっていうダウンジャケットあるじゃないですか。ここにあるんですけどね。このダウンジャケットの、もうちょっとハイグレードバージョンみたいなのが出たんですよね。で、それが、まあ、ロゴも、まあ、結構ブラックな感じになってるし、なんか生地もね、いい生地使ってるし、なんか裏の生地もね、こだわって使ってるっていうのがあったりとかするんですけども、たまにね、視聴者の方からね、これ買いますか、拓郎さんって言われたりするんですけど、僕は買いません。っていうのもね、やっぱヌプシの良さって、こうめちゃくちゃシンプルやし、なおかつ値段も安いっていうのがね、ヌプシの良さやと思いますので、グレードアップしてしまったらね、やっぱ値段が6万8000円かな、バルトルより高いんですよ。それ考えるとね、ちょっとヌプシの良さ消えてませんかと。ヌプシって言ったら、あの感想的なデザインと、それとまあ値段もコストパフォーマンスがいいところがね、まあ良かったりするんかなと思うんでね、まあ僕は個人的には買わないんですけども、まあ、ヌプシのね、あの上級ライン待ってたっていう人もいてるじゃないですか。生地がようなってるやつとか、裏生地ちょっと穴開いてるの気になるなっていう方はね、もしかしたらトライしてみるとね、いいかもしれないんですけども、それがまず2点目ということになっておりまして、次3点目が何かというとね、ユニクロが2000着限定のダウンジャケットを出したんですよ。で、これ誰かというとね、あのスノーボードのなんか日本代表の平野選手とね、コラボして出したということで、これレビューせえへんのって僕嫁にも聞かれたんですけどね、僕はしませんということですね。なんでかっていうと、2000着しかないんやったら、そもそも見る人少ないじゃないですか。それは5万着出てるんやったらね、5万人見てくれるかもしれない。2、3着しかないんだ、2000人しか見てくれへん動画作ったってしゃあないから、僕は作りませんということでね、作らないんですけども、その限定モデルというか、まあ、スキーとかスノーボードとかする方はね、そういうウィンタースポーツでも使えるし、こう街落としも使えるみたいなことでね、発売されてるらしいんですけども、ちょっと今はもう売ってるのかどうか分かりません。なんか人気あるんかな、ちょっと分からへんけども、そういうのがまず出てましたと。で、次4着目っていうのが、とうとうナイキからもゴアテックスのね、スニーカーがちょくちょく出てきてますよね。で、その中でもこれね、あ、結構スタイリッシュなモデルやなと思って今回ご紹介させていただきました。とある雑誌のね、表の方に載ってました。でね、僕普段ね、その新作のね、ニュースどっから引っ張ってきてんのというとね、まあもちろんウェブから引っ張ってくることもあるんですけども、雑誌をね、毎月10種類以上読んでまして、それが楽天マガジンで読めるんで、バーって読んでるんですけど、その中でも特集されてたっていうことで、値段も比較的安いんですよね。ゴアテックスのスニーカーって言ったらやっぱ2万とか3万するんかなと思ったら、1万円台でね、購入できるということで、あ、これちょっと面白いなと思ったんでね、ご紹介はしてみました。まあ結構僕のチャンネルとね、ゴアテックスで親和性あったりしますのでね、それが4つ目ということで、次5つ目がね、何かというとこちらだと、めっちゃ可愛くないですか？ヌプシのサンダルらしいんですよ。で、これもね、とある雑誌に載ってたんでね、あ、ポチろうかなと思って探したんですけど、なんかこれどうやら海外モデルらしいんですね。なんで海外モデルが日本の雑誌に出てますのと。せっかく買おう思ったらね、この雑誌の方ではね、9900円って書いてるから、あ、安いやんと思ったらです
ね、海外から持ってこないなあかんから1万なんぼするって書いてて、おいおいおい、それは話変わってくるの、倍ぐらい値段高くなってたからね、ちょっとそれやったらもうスリッパに2万はようかけへんからね、まあもうちょっとスルーしようかなと思ったんですけど、9900円やったら即買いでした。もう売ってんのやったら買おうと思ったんやけども、もしかしたらね、これナンガとねスブとのコラボのやつ僕持ってるからダウンスリッパ持ってるからいらんけども、そういうの持ってはらへん方やったらね、まあノースフェイスお好きやったらちょっとこう目立つようなシール、ロゴがね入ってますので、まあいいんかなというところでご紹介させていただきました。次こちら見てみましょう、ズドンということで、こちらはですね、あれ何の赤ちゃんのダウンジャケットかなと思うじゃないですか。これウールリッチという、まあ、アメリカのブランドね、これ実はノースフェイスも扱ってる会社と同じ会社なんですけど、ここが出してる、まあ、ダウンなんですよ。でね、まあ値段が2万円ちょいということで、まあまあまあ子供用のダウンしたら高いなと思うじゃないですか。これ療養みたいな犬なんですよね。犬用のダウンジャケット2万超えてくるんだと。これもしかしたら人間より高いダウンジャケット着てないって思うぐらいね、高級なダウンジャケットが作られておりましたので、まあ、もしかしたら犬お好きな方とか、まあ、犬飼ってるよって方はね、ワンちゃん寂しいとか、ワンちゃん寒い思いしたらあかんなって方にはね、いいかもしれないんですけども、もうとうとう人間を超えるね、扱いされる犬がね、登場してきてるということでね、まあ、僕はちょっと犬飼ったことないんでね、そこまで2万円も犬にかけるって気持ちが僕にはあまりわからないんですけども、まあ、もちろんね、可愛かったらね、かけるとは思うんですが、そんなんがありますよということで、で次の6個目、7個目っていうのがね、ナンガとデンハムのコラボというのもですね、まあ、この時期になってくると、もう一通りダウンジャケットとか出尽くすんですよ。もう全部出しましたと。もううちのもんは全部出したよってなるんやけども、こっからがね、若干の、まあ、コラボ商品で、まあ、もしくは別注とかいうのがちょっとずつ出てくるんですよね。で、別注って何でしたかというとですね、まあ、以前僕動画で紹介しましたんで、別注の話は割愛しますけども、まあ、そういったね、コラボが多少ちょこっと出てきてね、もう冬物はおしまいというスタイルになっておりますので、まあ、これが7点目ということになってます。まあ、デンハムとのコラボやから、ちょっと値段も高いです。まあ、デンハムってね、デニム系のブランドなんですけどもね、まあ、そことコラボしてということで、まあ、デニムじゃないんかいってことなんですけどね、ダウンデニムじゃないんかいと思ったんですけども、まあ、それが大体、まあ、10万いかへんぐらいで購入できるということがあったりだとか、次は結構お手頃。毎年出るんやけども、ロンハーマンとバンズのコラボね、オーセンティックのコラボのやつ、これ結構ね、即完なんですよ。毎回毎年脱して、即完売してて、僕も何年かに1回買ったりはするんですけど、このちょっとね、スウェード調というんかな、ちょっとまあ、起毛してるような感じのね、ブルーのバンズって結構合わせやすかったりするじゃないですか。だからこれなんかは結構すぐ売り切れんちゃうかなと思ったりするんですけども、まあ、値段も安いし、1万円切るぐらいで購入できるということで、まあ、この辺もね、ご紹介させていただきました。そして次がですね、グリップスワニーですね。で、このグリップスワニーと聞くと、やっぱキャンプですよね。キャンプしてはる方って、このグリップスワニーお好きな方多いんですけども、ここのブランドもね、こう、何年素材で、あんま火に燃えづらいダウンジャケットとかパンツ出してあったりするということで、以前からレビューしてっていうお声いただいてたんですけども、本当に僕必死こいて毎日動画出しております。ぜいぜいながら出してるんですけども、そこまでもうなかなか追いつかへんっていうことなんでね、ぜひぜひ時間とね、タイミングが合えばレビューしたいなと思うんですけど、いかんせん冬も終わっちゃうからね、で、キャンプもまだ行かへんっていうことなんで、ちょっと今年は見送らせてもらったんですけども、まあ、またまたね、タイミングがあればレビューしたいなと思っております。で、次10点目、おいおい、ここにいてたんかということで、こちらです、ズドン。ダイワですよね。あれ、ダイワって聞かへんっていう話してたよなと思ったらですね、こんなとこおったんかいと。で、どこにおったんかと見るとですね、なんかどうやら、もちろん釣りメーカーなんですけども、去年って結構街に特化したね、シンプルな感じのデザイン出してたんですけど、今年はどうやらちょっと、キャンプっぽいテイストで出してるんですよ。だから聞かんかったんかと。そっちのキャンプ用の服っていっぱい路線あるんよと。いろんなブランドがやってるから、ダイワってそっち行ってあかんのよと。そっちじゃなくても、こう街に特化したシンプルやのに、釣りのダイワがこんな機能的なの出してんのって言わさんとあかんのよと思うんですけども、まあちょっと路線変更したんかな。わからんけど、まあキャンプ用品がちょっとメインになっておりましたわ。だから見当たらんな思ったら、こんなとこおったんかいうことなんですけども、これも雑誌でね、特集されてましたので、一応ご報告させていただきます。以前ね、皆さんにダイワどこ行ったんですかねなんて言ってたんですけど、ここに眠ってましたわ。はい、というのが10点目ね。で、ラスト11点目が何かというと、こちらズドンということで、これ男性の方やったら分かるかもしれませんが、テンガというブランドなんですね。で、テンガと聞いてですね、ギクッとされた方もいらっしゃれば、なんかわけわからんなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これ以上僕に聞かないでください。詮索もしないでほしいんですけども、なんとテンガとですね、アトモスっていうスニーカーあるじゃないですか、あそこがコラボしてね、こんな商品出してるということで、まあ、それがいいか悪いかは知りません。そしてそれの使い勝手とか機能性も僕は知りません。気になる方はご自身で調べてくださいということなんですけども、まあ、こういったコラボがあるということで、なかなか普段で YouTuber の方こんなん扱えへんじゃないですか。ほんまどこで扱うのって、わしで扱うしかないやないけど、このチャンネルでしか扱えへんようなネタやねんけども、まあちょっと今回ご紹介はねさせていただきました。女性の方はね、まあちょっとわからないことも多いかなと思いますので、まあ、わからないものはわからないまま終わらすということでね、まあ、いいんじゃないかなというのが12月のニュースということになっておりました。まあざっと紹介した通りね、まあ、水沢ダウンと大谷翔平さんのコラボとかね、ナンガとデンハム
ムとかね、ロンハーマンとバンズとか、それ以外にもいっぱいコラボは出てるんですけどもね、まあユニクロと平野さんとかね、いろいろあるんやけども、やっぱコラボ系ってね、数がどうしても少ないんですよ。その定番で出してるやつ結構数バーンってあるんやけども、そのコラボ系はね、どうしてもどのブランドも数が少なかったりするんで、まあ欲しい方はね、早めに行った方がいいかなと思いますし、まあ限定的な感じってね、良かったりもするんかなと思うんですけども、このチャンネルはね、あんま限定的なもん出しちゃってしゃあないから、結構売れ筋の定番ものを出していくことでね、こう2年3年4年とね、動画を見ていただくことができますので、あの単品もんというかね、まあコラボもんってその年しか見てもいただけないので、できるだけ長く見ていただこうということで、定番品ばかりを扱っておりますというのがこちらのタクゾーチャンネルになってるんですけども、まあ12月のニュースはね、この辺で終わりたいなと思います。もう年明けたらね、どんどんセール情報が始まってきたりだとかですね、まあそれ以外にもですね、まあ春の新作がね、1月下旬からもうなんと入ってくるんですよね。だからまあそんな話をしていこうと思いますので、12月はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、12月の気になるニュースを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。